that small freedom. Fire in my soul, fire in my heart. Till you see me on the other side of doors. I'm going oh, the journey starts from where we did first step. No one's going lines a heavy road and bread. Rose may be coffin dust, but we will be somewhere. Nothing easy, get off and go, get it go. Sometimes this journey is about wishes, not about the destinies and not who we're at. No matter how far, no matter how far, how you go, how you go, how you go, how long you live and learn, no time to waste. Got a picture of life, go get it burned. ポイント故障のためダイヤが大幅に乱れ、お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。次は岩戸台。岩戸台です。この電車辰巳ポートアイランド行き、本日の最終電車となっております。お乗り忘れのないようご注意ください。
ようこそ。遅かったね。長い間君を待ってたよ。この先へ進むならここに署名をして。一応契約だからね。怖がらなくていいよ。ここからは自分の決めたことに責任を取ってもらうってだけだから。確かに時は誰にでも結末を運んでくるよ。たとえ耳と目を塞いでいてもね。さあ始まるよ。この時間にどうして？まさか。待て。あ、明かりが。到着が遅れたようだな。私は霧城満。この寮に住んでいる者だ。誰ですか？彼は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ男子寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか？さあ。彼女は竹葉ゆかり。この春から2年生だから君と同じだな。竹葉です。こそよろしく。今日はもう遅い。部屋は2階の一番奥に用意してある。荷物も届いているはずだ。すぐに休むといい。あ、じゃあ案内するんでついてきてください。この部屋だね。一番奥だから覚えやすいでしょ。何か聞きたいことある？子供？誰のこと？ちょっとやめてよそういうの。ないんだけど、駅からここまで来る間ずっと平気だったの？どういう意味って？その様子だと本当に平気みたいだね。ならいいんだ。ごめん、気にしないで。じゃあ私は行くね。あのさ、いろいろとわからないことあると思うけど、それはまた今度ね。おやすみなさい。
おはよう。眠れた？あのね、先輩に案内しろって頼まれちゃって、もう出られる？よかった。じゃあ行こっか。通学にはこれ使うの。モノレール、珍しいでしょ。特にここ、海の上進むみたいな感じで好きなんだ。学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？辰巳ポートアイランド。人工島の真ん中にうちの学校があるの。ほら、見えてきた。ここが月光館学園の高等部。よろしくね。ここからは一人で大丈夫だよね。職員室はこの先を左に入ってすぐだから、詳しいことはそこでね。さあ、まだクラス分け見てないし。あのさ、昨日の夜、いろいろ見たでしょ。あれ、他の人には言わないでね。じゃあね。でって放課後部活あるし。部活やる前に始業式とか授業とかあるでしょ。教室行って早く着替えてきなよ。せっかくって分かったよ。そう睨むな。で、クラス分けの掲示板ってどれを？そこっていうか、ミアは F 組、私は別のクラスだから面倒見てらんないんだからね。話せないんだから。お前は俺の母ちゃんかっての。まったく。それじゃあ。男子たるもの、心のうちに熱き物の魂を持たねばならん。我が校では社会に出て活躍できる武士を育てる教育を進めておる。わーお、
武士も泣かずば高楊枝です。そうだそうだそうだそうなんだよ。君は異国生まれのようだが分かってるね。あ、おかしいな。案内図見たのに。ここどこだろう。生くんよね。2年生で間違いないわよね。結構転々としてきてんのね。ご両親は10年前の。ごめん、バタバタしてて詳しく読んでなくてさ。私は国語科主任の鳥海です。よろしくね。おっと、元気ビンビンね。クラス分けも見た？君は私の担任する F 組よ。でもこの後すぐ始業式だから先に行動ね。案内するわ、ついてきて。諸君らの新しい一年の始まりにあたり、文筆品品叱るのち君子という言葉を紹介します。これの意味はと言いますと、ねえねえって、あのさ、今朝竹葉さんと一緒に登校してたのって君だよね。見てたぜ、仲良さげだったじゃん。君ってさ、竹葉さんとどういう知り合い？つうか竹葉さんって彼氏いんの？その辺誰も知らなくてさ。やっぱそっか、だよな、いるよな普通。てか君はどういう関係なわけ？おや、なんか話し声がしましたね。鳥海先生のクラスのあたりですか？ったく静かにしてよ、怒られるの私なんだから。よっ、転校生。なんだよ、そんなマジびっくりした顔すんなって。俺は伊織純平、純平でいいぜ。実は俺も中2の時転校でここ来てさ、転校生っていろいろと一人じゃわかんねえじゃん。俺が最初に声かけなきゃってな。いいやつだろ。お、ユカリッチじゃん。また同じクラスになれちゃうとは思わなかったぜ。まったく相変わらずだね。誰から構わず慣れ慣れしくしてさ、ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、ただ親切にしてるだけだって。ならいいんだけど。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。でも驚いたよ。おいおい、俺だって同じクラスだぜ。なんか扱い違わねえか。てか実際聞きたいことあんだけどさ。
お二人さん仲良く一緒に投稿したんだって。詳しく聞かせてくれよ。ちょっとやめてよ。彼とはたまたま寮が一緒ってだけ。何でもそういう話に結びつけすぎだってのてか、そもそも噂になるの早すぎ。不安だな、そういうの。ちょっといい？あのこととか言ってないよね。昨日の今日でしょ。昨日の夜のこと本当言わないでよ。何？昨日の夜って、ちょ、なんか誤解してない？とにかく彼とは昨日会ったばっかで、ほんと何でもないの。まったくもう。じゃあ私、弓道部の用事あるから行くけど、変な噂広めないでよ。別に噂なんてどってことないじゃん。なあ、ちょい自意識過剰っぽいよね。でもすげえじゃん、転校生。初日から浮いた噂なんてよ。あいつあれで結構人気あんだぜ。一目置いちゃったよ、実際。まあそんなわけだから、これからよろしくな。もう帰んだろ。なら駅まで一緒にどうよ。
そう。そう。あ。なあ運動部。ああ、お前どっか部活入ったりする？新規入部ってことになるからまだもうちっと後だけどな、入れるの。つか寮なら最寄りは岩戸台か。いいよな寮生活、なんか青春って感じ。んじゃ俺こっちだから、また明日な。いらっしゃいませ。